はい、今回はですね、まあ、林にこう入ってしまって、その林から出す完璧なリカバリーショット、みたいな感じで、説明していきたいなと思います。で、どうしてもこう、林に入った時点で、まあ、ミスショットをしたわけですよね。基本的には。で、そのミスショットをしたにもかかわらず、林から、確実に、こう、次の打ちやすいショットのところまで、運んでいかなければいけないのに、そこでミスをしてしまう。そうすると、ティーショットとか、まあ、セカンドの時も曲げて、林に入って、またミスショットをして、いわゆるミスからミスっていうのは、非常に、コースの、まあ、スコアのね、スコアメイクとしては、非常に良くないというふうに思います。ですので、まず、林から、どういうふうに打てば、一番うまく、確実に、シンプルに出せるか。いうのを、お伝えしていきたいと思います。で、まず、この状況ですね。まあ、ここ抜けてると思うんですけれど、まあ、ピンはあちらの方向です。で、ここはとりあえず抜けてます。で、もう、アマチュアの方で中でもね、もうこれを、こんなもうすごい狭いところを頑張って狙おうとする人もいるんですけれども、この隙間だとプロゴルファーでもあんまりやりません。で、やっぱりこう、ショートアイアン、ウエッジからショートアイアンにか、まあ、ウエッジで100ヤードぐらいかな、イメージ。100ヤードぐらいで、10球中、そうですね、8球、7、8割ぐらいが、ちゃんとグリーンに乗りますよっていう、レベルの人だと、なんとかこう、ちょっと細いところも狙ってみようかなっていう考えもありだとは思うんですが、状況によっては。ただ、それ以下の方たちというのは、まず、ミスからミスを招かないように、確実に次のショットが打ちやすいところまで出してもらいたいなというところです。はい、それではまず、この林に入ってきたときに、僕はまず、持っていくアイテムは、この2本、5番と9番アイアン、この2本です。で、これはそれぞれ何かというと、木の下をくぐらしていかなきゃいけないなっていう時は5番アイアン。例えば、こちら側のエリアですよね。で、または、ここもちょっと狭くて嫌だなって言った時に、この広いところに出す時、まあ、すごく横に本当に簡単に出す、チョンっていうようなショットですよね。その場合は、9番アイアンを基本的には使うようにしています。で、いろんなクラブ使って、もちろん、こう、ランの計算とかにもあるんですけれども、初めのうちはすごく難しいと思うんで、シンプルに考えるんだったら、5番と9番ぐらいが一番理想かなというふうに思います。で、この状況ですと、エッジまでが、はい、ごめんなさい。フェアウェイの境目ですね。ラフからフェアウェイの境目までが、ここからちょうど20ヤードぐらいなんですね。で、フェアウェイの境目から、向こうの、ラフまで、が30ヤード。つまり合計でこのボールから向こうのラフまでは50ヤードあるわけです。で、当然これはフェアウェイに残したいわけですから、20ヤードから50ヤードの幅のところに、ボールが最終的に止まればいいかなということになるわけですね。で、この時に、あまりロフトの立ってるクラブで打ちすぎると、球が上がらない分だけ、ラフが長いと、ザザザザザってこう、食われる場合もありますし、こう、非常にこう、ミスも出やすいわけですね。ですので、9番アイアンぐらいで、あまりランがこう、出すぎないようなクラブを持つと。で、ましてや、こういう状況の時は、特に、ここはもう、下が土の状態なので、まあ、ダフリとかそういうミスが、こう、ラフと違って滑らないですから、まあ、直接ボールにコンタクトさせるためにも、ボールを右側に置いてほしいわけです。で、ボールを右側に置くと、この当たるロフトの面っていうのは、ロフトってここですよね、この角度。この角度が、ボールを右に置けば置くほど、ここでこう立つわけですよね。で、立つので、9番アイアンが、まあ、6番アイアンとか7番アイアンぐらいのロフトで結果を打つことになりますんで、意外とこう飛んでくれるわけです。これが、例えば、5番アイアンとか6番アイアンとかで、ロフトを立たすと、本当に、2番アイアンとか3番アイアンぐらいのロフトになってしまって、びっくりするぐらい球が上がらなくなっちゃいます。ちゃんと当たると。ですので、まあ、9番アイアンぐらいの、クラブで、ボールを右に置く。それから、短く持つ。で、
あとはスイング的にいくと基本ほとんどショートスイングぐらいのイメージ、まあ普段ねあのグリーン周りのアプローチで打つんだったら、あのイメージ的に言ったら本当30ヤード以内ぐらいを打つぐらいのイメージで打っていただくと、だいたい3、40ヤードぐらいのところに、ボールが止まるかなという感じです。ここで言うと、まあ、30ヤードぐらいのアプローチのイメージで打つと、ちょうどそのカート道路までの10ヤードぐらいまでの距離があるんですけれど、そこのカート道路と向こうの、フェアウェイとバンカーの、あ、ごめんなさい、フェアウェイとラフの境目の、間のところぐらいにファーストバウンドが跳ねて、コロ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 と転がっていって、フェアウェイセンターぐらいまで行ってくれるかなという感じですね。で、当然ですけれども、たまたまこのホールは、フェアウェイの、まあ、手前側に、もしフェアウェイ手前側に落ちると、ピン狙っていった時に、そこに大きな木があるんですね、フェアウェイの、あの、ラフの、なんだ、ちょうど、ピン狙っていったところの方向の、ちょうどブラインドになっちゃうんで、その、まあ、ブラインドはスタイミーか。スタイミーになっちゃうんで、フェアウェイでも奥側に打っていきたいなっていうのがあります。まあ、そこら辺を計算に入れて、まあ、40ヤードまでが、ちょうどいいところの距離ぐらいかなというような感じで打っていくと。ですので、9番アイアンで、ラフにファーストバウンド跳ねますか、もうちょっとだけ先の方のフェアウェイギリギリまで打っていくかっていうところで、9番アイアンで打っていきたいと思います。まず、クラブを、まあ、あんま短く持ちすぎるとね、ちょっと違和感があるんで、真ん中ぐらいのところですね。持っていただくと。そして、通常のボールの位置が、まあ、真ん中このぐらいだとしたら、ボール1個ぐらいですね。1個ぐらいボールを右に置く。だからかなりこうハンドファーストになっている。感覚でいくと、左腕とシャフトが、こうまっすぐになるぐらいの感じのイメージで構えちゃいます。で、もうすぐそこのアプローチなわけですから、本当にこう、膝か、まあ、腰以下ぐらいですよね。ぐらいのイメージで打ってくるような感じ。で、この時に手でこう、こねくり回したりとかするんじゃなくて、あくまでも、こう、まあ、本当にアプローチでもこう、球を運んでまっすぐ打つような、打ち方のイメージとか、もう極端に言うとパターの感じとかね、もうあんまりこう小手先を使わずにできるだけ手首手をロックした状態で短いストロークを小さいストロークをして短い距離を打っていくっていう感じですね。早速じゃあ打ってみたいと思います。ボールを右目に置いて20ヤードぐらいのイメージで打っていく。で、今ちょうどラフの1メートルぐらい手前にキャリーして、で、最後転がっていって、フェアウェイのセンターよりちょっと向こうかな、ぐらいのところまで、まあ、うまく出ていったと。で、こういう、リカバリーショットは、練習場とかで、本当にできればやってほしいんですよね。意外とこう、フルショットばっかりやって、小さいスイングってやる人少ないので、こういうショットって、18ホール回ってたら、まあ、なかなか全部完璧にフェアウェイに乗せる人も少ないと思いますから、まあ、3、4回は最低でも打つと思います。で、そう考えると、こういうのを確実に出すだけで、随分次のショットにからのつながりが良くなってくるんで、こういうショットを、まずはベースで練習していただきたいなと。で、今度は次に、まあちょっと、だいたい同じ位置で、この、右側が、ちょっとこう、この下、ちょっと頑張って抜いていこうかな。まあ、中級者、クラスぐらい以上の人たちですよね。多分、中級者以上だったら、こっち側を狙っていくと思います。で、これ、ビギナーの方、初心者とか含め、ビギナーの方がこっち打つのは、結構、上に当たる確率がすごく高いです。で、言い忘れましたけれども、この状況で、短い距離だからって言って、よくウェッジ持ってくる方がいらっしゃるんですね。こういうのはもう絶対ウェッジはダメです。すごく難しくなっちゃいます、ショットとしては。で、クラブは、できるだけロフトの立ったクラブの方がいいなと。で、これは、さっきの9番だと、この上の木に当たる確率が増えちゃうんですね。で、別に下は何にもないんで、変な話、すごいちょっ と薄めに低く出てっても、全く思って問題ないわけですから、5番アイアンのクラブで、先ほどの
ボール1個右に置いた状態で、ハンドファーストの状態で、構えれば、球も結構低くなっていくかなと。で、向こうの、まあ、ラフがあって、向こうフェアウェイがあって、下ってって、また向こうがラフなんですね。で、向こうのラフまで、110ヤードぐらいあるんです。ですので、この5番アイアンで6投立たしていった打ち方でいくと、だいたい、50ヤードぐらいのキャリーで打つと、まあ、下ってるんで、おそらく50ヤードぐらい転がっていくんですね。ですので、まあ、30ヤードぐらいの感じで、ラフのところに一回ファーストバウンド落とすと、下りの分も計算されると、だいたいフェアウェイのちょっと左サイドぐらい、まあ、こっち側に行くと奥側に行くかなと。っていうような感じになると思います。で、この状態の時も、先ほどのショートスイングぐらいのイメージですね。ぐらいで打つと、結構転がっていって、最終的にまあ90ヤードぐらい打ちたいんで、3、40ヤードのところにキャリーで落ちて、80ヤード、90ヤードぐらいのところまで転がっていくというような計算になります。ちょっと一回打ってみます。打ち方はもう本当に一緒です。いつもの通常のボール位置があったとしたら、ボール1個ぐらい右に置いていただいて、左腕とシャフトがまっすぐになるような感じで、短めにちょっと持っていただいて、あとはショートスイングで、そうすると転がっていって、どん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 くぐ転がっていって、最後フェアウェイのちょっと左サイドかなぐらいのところまで転がっていって、だからこういう下りの時はびっくりするぐらい球と思ったより飛びます。だから無理にこうがむしゃらになって振る必要も一切なくて、一つのスイング、ショートスイングの打ち方をボール右に置いた状態で5番アイアンと9番アイアンだけを練習しておけば、林からの脱出は確実にもう出やすくなるということになるわけですね。ですから難しく考えずに、まずはどこのエリアを出しに向かって出していくかってことを考えて、で、木が邪魔だって、邪魔でちょっと下くぐらしたいなという時は5番アイアンを持って、で、あんまりこう関係ないんだったら9番アイアンとかで、対応していくとっていうのが、僕の中では一番まあ、楽な出し方かなと思いますんで、ぜひね、参考にしてみてください。皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。